株式会社ファーストロジックは日本の IT 企業である。国内最大の不動産投資サイト、楽町を運営し、物件数、利用者数、使いやすさの3つのナンバーワンを獲得。月間訪問者数は168万人で、多くの不動産投資家が利用するサイトである。東京都千代田区の東京ミッドタウン日比谷33階に本社があり、大阪梅田にもオフィスを持つ。 楽町のサイト運営の他に、不動産投資専門メディア、楽町新聞を通じ、業界のニュースや不動産投資の成功談失敗談などを無料で配信している。また、YouTube の楽町チャンネルは登録者数16万人を突破。企業公式チャンネルでは、国内76位である。企業理念は、社会の発展に貢献すること。それを達成するためのビジョンとして、 公正な不動産投資市場を創造するを掲げている。元々システム会社のサラリーマンだった創業者の坂口は将来の年金不安を解決するため対家業に目をつけるも全く情報が得られず不動産会社に訪問しても年収の低さから門前払いをされるだけだった。そこでインターネット上で全国の不動産会社から物件を掲載してもらえば 大きなビジネスチャンスになると考え、投資用物件を求める投資家と物件を売りたい、不動産会社のマッチングができる、不動産投資専門サイトを作るため、株式会社ファーストロジックを設立した。会社自体の広報活動や、楽町サイトの広報活動において、奇抜なマーケティング施策を行っている。2014年新卒採用サイトでは、 学生を断りというメッセージを打ち出し、多くの反響を受けた。また、当時、寿司の早食い採用という特別選考枠を設けていた。選考は、寿司だというインターネットのタイピングゲームを使って行い、1位になった学生を最終選考に招待するというものだった。また、落町サイトの広報活動においては、物件そのまま、プレゼント、無人島物件特集、 購入金額の1%、プレゼントキャンペーンなど、こちらも不動産投資家にとって衝撃的な内容であった。中でも、株式会社バーグハンバーグバーグが手掛けた年収1000万円以下は見るなページは、炎上マーケティングとして話題になり、公開後わずか10日で60万 PV を記録した。AB、使いやすさ、ナンバーワン、コメスコンサルティング調べ。 利用者数ナンバーワン、自社調べ、物件数ナンバーワン、自社調べユーザーローケル、YouTube ランキング企業公式チャンネル株式会社、ファーストロジックコーポレートサイ、ABCDEFG 株式会社ファーストロジック、遠隔よりヤフー株式会社2015年3月27日、発表、J、JWAVE TOPICS より、ファーストロジックプレスリリース2017年7月12日、発表、 ファーストロジックプレスリリース2018年6月26日発表ファーストロジックプレスリリース2019年2月1日発表ファーストロジックプレスリリース2019年2月25日発表ファーストロジックは LC の生命の起源や生命の分布に関連したアストロバイオロジー研究を支援していますファーストロジックプレスリリース二千二十年二月十二日 発表ファーストロジックプレスリリース2020年3月31日。発表ファーストロジックプレスリリース2020年5月25日。発表ファーストロジックプレスリリース2020年6月11日。発表デロイトトーマツグループ2015年10月20日。発表日本から選ばれた38社は売上十10億ドル以下。アジアの有料企業200社選出。 ファーストロジックプレスリリース2019年2月5日発表ホワイト企業対象ホームページより日本における働きがいのある会社ランキングよりバーグハンバーグバーグ TV 第15回よりありがとうございます